はい、お願いします。はい、うん。だから、1、2、3、4、第5部。はい、はい。ね、非常に申し訳ないですけどね、本当に申し訳ないと思ってるんですよ。うん、思ってるんだけど、それよりも、はい、かわいそうだなって思ってるんです。福山さんのこと。はい。うん。なぜかわいそうだなと思ったかというとですね、はい、すごく一生懸命、YouTube ショートを上げてくれたんですね。はい、うん。そんなに、懺悔しなくてもいいですよ。どうせ怒られますから。はい、二さん、ちょっと質問しますね。はい。私の大好物、本当はこれだったって。はい、テロップが書いてるんですけど、はい、これって、はい、どういうつもりでこの YouTube ショートを上げたんですか？何の目的で、うん、動機を教えてください、うん、この YouTube ショートを上げた動機です、うん、一番の、うん、僕ある意味すごいなと思ったんですよ、 YouTube ショート上げたことが。今日来る前に、この前のカウンセリング月曜日して、はい、うん、はい、今日金曜日ですよね、はい、その間に YouTube ショート上げたって、うん、ちょっと遠回りに言うと分かんないでしょうが、すっげえ根性あるなと思ったんですよ、うん、すごい勇気やなと思ったんです、ね、おかしいなと思ったんです、うん、福山さんってそんななかなか勇気ないんやけどなって思ったんですよ、うん、僕の知ってる福山さんは、うん、これどっからエネルギー持ってきました？これ何のためっていうのがエネルギー源だったと思うんですよ、うん、これ何のためにこの YouTube ショートあげました？あなたらしくないですね、うん、っていうか本来のあなたらしくなくないんであって、あなたちょいちょいこれしてるんですよ、うん、何のためにこの YouTube を作ろうと思いました？もちろん僕が本当に美味しいものを、ね、うん、はい、配信しない、美味しいと思ったものを、うん、美味しいものをじゃないです、はい、あなたが本当に美味しいと思ったものを、人が美味しくなかろうがそんなはっきり言ってどうでもいいから、うん、あなたが本当に美味しいと思ったものを紹介してくださいって、視聴回数なんか取るために、うん、ね、ちょろっとしか美味しくないものなんか配信してたら、あなたらしくないですねって評価下げますよって僕から散々言われたわけですよね、はい、多分それが一つの動機だったことは間違いないんです、はい、ね、このテロップの動機を教えてもらいたいんです、このテロップに決めた動機です、うんうん、動機は、うん、これは誰に向けて、視聴者さんにですか？前のやつが、うん、好きでもないのにあげた、うん、で、まあ、ですよね、視聴回数はだけ取れてるんだけど、うん、まあ、それの訂正みたいな。ですよね。分かってたんですよ。うん、あなた謝れば許してもらえると思ってるみたいですよね。うん、いや、そもそもそれが違いますよ。うん、言ってること分かる、はい、あなたが訂正の YouTube を上げたということは、ね、自分のやらかしたことをね、うん、謝ろうとしてるということですよね。そういうことじゃないですか。これ謝りの YouTube じゃ、あなたがよくやる YouTube じゃないですか、うん、僕って謝りの YouTube って絶対ダメって言わなかったでしたっけ、はいはいはい、なんでしました？うん、なんで悪いことしたかって言ってるんじゃないんです。何のためにあなたは謝ったんですか？謝ったら許してくれると思ってたんですか？視聴者さんが。
あなたはそんなに謝らないといけないほど悪いことをしたんですか？そもそも。あなたの先生は視聴回数を取りに行っちゃダメだって言ったけど、あなたが悪いことしたとは言ってませんよ。うん、あなた罰当たると思ったんじゃないですか。うん、言ってることわかるよね。これも同じじゃないのって言ってんの。うん、罰ですかね。いや、あなたは何のためにじゃあ悪いことをしたと思ったら謝るんですか。許してもらえるとあなた多分思ってないんですよ。うん、何のために謝ってるんですか。礼儀ですか。あなたがね、僕から、うん、いや、この間に YouTube ショートを上げるってすっごい根性ですよ。うん、言ってること分かりますよね。すごい勇気ですよね。僕からまた何言われるか分からないのに、それでもあなたはそこを突き抜けてこの YouTube を流さなきゃいけないぐらい何かに駆り立てられたっていうことなんですよ。うん、何に駆り立てられました？僕より怖いものがあったということですよ。僕が怖くてあげれないはずだったんですよ。うん、すごく気になってましたよね。うん、だから僕を超えるものがあったんですよ。言ってることは分かりますよね。はい、多分あなたは YouTube ショートを上げるのは僕から怒られると思ったはずなんです。うん、そうですね。だけどそれを突き抜けて、うん、ね、だから僕より怖かったのは誰なんですか、あなたは。どこですか。そう、お彼岸ですかね。お彼岸ですか。いや、だから罰が当たると思ったんじゃないですかって、うん、いや、お彼岸とかじゃないです。あなたの怖いのは母親です。うん、いつまでもお彼岸とかあのそういうわけのわからんことを言わないの。お彼岸ですかねじゃないの。よく親プラスお彼岸なんです。違うの、それはあなたの母親が言ったことなの。うん、あなたがお彼岸の色ぜになってんのは、あなたの母親があなたをお彼岸の色ぜにかけたことは事実として分かってるんですよ。はい、で、あなたおかしい人やと思われるよ。うん、お彼岸お彼岸っておかしいように言うとったら、うん、あなたの母親じゃないですか。うん、あなたをお彼岸の色ぜにしたのも、はい、そうですね。はい、ですよね。うん、自分の先生や自分の仲間の、うん、ね、愛情も無視して突き抜けたのは母親のためでしょ。母親が怖いからですよ。うん、やっちゃダメですよ。はい、自分のために、先生のために、仲間のために、視聴者さんのために、はい、当たり前じゃないですか。はい、あなたあれから YouTube の具体的なカウンセリング一度も受けてないんですよ。はい、言ってること分かりますよね。はい、なぜあげたんですか。うん、どうかしてますって。うん、YouTube の中身以前の問題ですよね。うん、いても立ってもいられなかったでしょう。 YouTube で謝罪 YouTube を出さないと。え、そうですよね。もう我慢できなかったんですよ、あなたは。うん、何がそんなに怖いんですか。言ってること分かりますよね。で、今回ね、僕は先生として、あなたはね、本当にあの
自分、あなた自身にも先生にも仲間にもひどいことをしたなって思いますよ。あなたがそれを流したことによって他の生徒さんは YouTube で謝るように先生から言われてるんじゃないかって思うんですよ、うん、ですよね。あなたよく言うじゃないですか、あの人がああやってたから先生から言われたと思って私もやりましたって、ですよね。ここで第何部って言った？ 1,2,3,4,5 部、はい、うん、じゃああと10分ぐらい残ってますから、あなたはあのちゃんと自分がやってしまったことを分かって帰ってください。今日は、はい、もうこの前みたいにあのこの途中で洗脳かけないでください。わかりますよね、はい、うん、じゃあここで一回切りましょう。